土佐清水市ではきょう、児童手当の受給世帯など503世帯に現金5万円が振り込まれました。市内の ATM には早速現金を下ろす人の姿がありました。子育てにはまあいろいろとお金がかかるんで、すごくありがたいと思います。まあ、子どものために大事に使いたいと思います。残りの5万円は、土佐清水市全員に配布されている地域電子通貨メシカのカードに今月28日 5% を上乗せし、5万2500円がポイントとして給付されます。メシカは市内の飲食店やスーパーなどおよそ200店舗で使えますが、中には市内にはない大型のショッピングモールなどで買い物をしたい人もいて、使える店が限られているので、土佐清水はいろんなところで使えた現金の方がありがたかったかなと。このほか大豊町では児童手当の受給世帯109世帯に現金10万円が一括で給付されました。